こんにちは、はい、こんにちは、はい、はい、いきます、いきましょう。皆さんこんばんは、僕が見たかった青空の宮古修理屋と八木とわです。この配信は乃木坂46公式ライブとして結成したアイドルグループ僕が見たかった青空、通称僕青のメンバーが週替わりで2人ずつ登場するショールーム配信です。番組ハッシュタグはハッシュタグ僕青ショールームなので、ぜひ投稿よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、2回目の出演だね、どう、緊張してる、ちょっとだけしたけど、うん、どうだろう。でも前回が私たち多分全員配信の時が最後だったから、ね、これはそれを合計すると多分 4回目ぐらい。でも2人ってなるとやっぱちょっと緊張する。そうだね、緊張しています。確かに。え、うん、前回の配信ある、なんか覚えてること。前回はもうただはちゃめちゃだった気がする。ほんと、え、待って、前回はヨアンちゃんか、違う、あ、そう、ヨアンちゃん、うん、最初の方にやってたよね。そう、最初の2回目にやってました。うん、どう、前、前回は私は葵ちゃんと多分して、え、でもどうだろう、ほんと楽屋の2人のまんまだった気がします。そうなんだ、うん、でもあんまり、ね、2人、ここ2人ってめっちゃ珍しくないですか、うん、いや珍しいです。見たことないって感じなのかな、うん、視聴者の皆さん。そうだね、え、第一印象とかある？あ、そう、第一印象、そう、は、最終オーディションの日に、うん、あれだよね、最後、うん、合格発表があって、うん、帰り道、一緒に帰った。そう、一緒に帰ったんです、ここ。そうなんです、一緒に帰って、なんかあの電車に2人で乗ったんですけど、とわ、うん、ちゃん帰れるかなってめっちゃ心配で自分は心配で、そっか、そう、帰れるとかめっちゃ心配してたのに、うん、結局自分が帰れないっていう、うん、そう、先だったんだよね、とわちゃんが。とわね、東京都出身だから、うん、電車は割と強くて、知らなくて、それが、そう、ゆりちゃんめっちゃ大荷物やったよね。大荷物でこう抱えながら持ってった。覚えてる、めっちゃそれ、大丈夫とか言って、ね、階段でね、めっちゃかっけーってた。そう、階段多い駅だったから、ね、え、でもね、私は最終審査で見て、うん、めっちゃお姉さんだなって思ったけど、本当に落ち着いてて、え、水色の服みたいに着てたよね。そう、そう、ブラウン、ブラウンじゃない、ブラウン、違う、ブラウス、ブラウスね、着てた、着てた、シャツみたいな着てた、うん、巻き髪してた、多分、あ、そう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 、ちょっと髪の毛も茶色だったかも。うん、そうだね、うん、今より、え、何番だった、何番だったんだろう、とわちゃんは何番、ね、7番とかだった。あ、じゃあもっと後ろだ、あっち、そうだよね、24とかかな、うん、早っ、そっか、うん、コメント読んでみますか、ね、読みますか、すごいよく覚えてるなって、ね、そうだよね、覚えてるね、半年前、うん、いや、もっとか、もうちょっと前だな、結構前だ、でもめっちゃ印象的だった、本当、うん、確かに。え、他にいる、なんか印象残ってるメンバーとか。印象残ってるメンバー誰だろう、エルはずっとユアンと一緒だったから、ユアンが印象残ってて、あと他のメンバーはユズちゃん、あ、ゆずちゃん身長が高くてめっちゃ綺麗なお姉さんいると思った。そうだよね、身長思った、それは高いなって初めて見た時に思って、ね、あ、コメント来てます、うん、とわちゃん好きですかって、ありがとうございます。あ、ゆりぼうです、いや、ゆりぼう、そうだ、ゆりぼうって言われてる、ほんとだ、お姉さんめ、髪型好き、あ、今日三つ編みし た, ん、ね、たんですよ、自分で、え、そう、切ったしね、そうなの、短くなっちゃう、うん、短いよ、短いよ、指棒、指、あ、そうだよね、あ、本当だね、その話も後で、ね、後でしましょう、じゃ あ,、ね、じゃあ、次行きますか、じゃあ、はい、じゃあここからは、はい、まあ、グループの活動に関するトークをしていきたいと思います。じゃあ早速だけ、なんかファンミがね、うん、あって、そこでね、指の、そうです、指の指輪指輪グランプリで勝ち取った、うん、BLT のグラビアが1月28日に販売します。発売でした、発売ですね発売します、はい、ちょっとホテルのスイートルームで撮影があったんですけど、うん、ちょっと
セクシー宮古水が見れるのでもうぜひちょっとねぜひ皆さんお手に取ってもらえたら嬉しいです、うん、めっちゃ大人っぽかったね。あのポストカードとかがね、うん、もう見れるんですけど、そうそう私もポストカード見て、すごいめっちゃなんかまたいつものゆりちゃんとは違ったもっと大人なゆりちゃんがセクシーだった見れるなって思います。ありがとうございます見てくださいぜひ、はい、チェックしてください、チェックしてください。そうであと冠番組、うんうん、昨日か収録で、はい、あそうだ ね, そうだねめっちゃ面白かった、面白かったです。もうぜひチェックしてください、うん、本当に面白いので本当なんか意外とねあんま他のグループさんとかがやんないような企画ばっかりやってるからそうめっちゃおもろいよね。そういや面白かったです。昨日も観覧来てくださった方もありがとうございました、ましたファンミの話なんか覚えてるのある？ファンミは何が印象的だった一番？なんだろうね、でもカップリング曲が初めて初披露したから、ね、ドキドキだったなって思います。本当だね、うん、めっちゃいいよね制服のパラシュート、めっちゃ好きうち曲。えでもダンスも一発目、うん、なんだろうファンミが始まって、うん、こう1回目、一番最初に披露したのがそれだったから結構緊張したんですけど、うん、そうだ緊張するよね、うん、えでも多分めっちゃ他の2曲も好き で思い出しりぎれたぶんめっちゃ泣きそうになるんだよね。あいいよね、なんかね他の2曲とは全然また違った感じでね、テイストが違ってなんかいいんだよ、なんか懐かしい気分になるし、懐かしい懐かしいいや何が懐かしいんだって感じだけど確かに確かに、なんか曲調かな多分、そうだね、夕方に聴きたいなって思う。あー分かる、すごいいいね、うん、あこんばんは、うん、みんなこんばんはちょっとあ風に吹かれて舞い降りて舞い降りてきたとはに驚いたあら舞い降りてきちゃったんですね。舞い降りてきたらしいですとはちゃん、うん、でね、思い出しりぎれたんば本当に神曲って、あ本当そう私も聞いた時から好き、ね、めっちゃ好き、うん、あゆりちゃん今日も白い、あそう確かに白いですか、白いんだよねゆりちゃんって。でもとわちゃんも白くないほら、だって全然こんなくない、そうかな、いや多分若干今年焼けた気がする、焼けた、うん、外に出てたからなんか冒険王とかやっぱり出させていただいて、うん、結構外に出る機会が本当だ、ね、去年より多かったから、うちも去年より多かった、うん、もう家でずっと過ごしてたからさ、確かに、うん、えなんか個人的なお話とかある、うん、最近の個人的なお話か、うん、なんだろうそれこそやっぱ BLT さん、えそうだよね、個人だったな、個人、うん、一人での撮影だったもんね、初めてだった、うん、すごい嬉しかったな、やっぱ勝ち取った、うん、勝ち取ったからねえ強かった ね, ねもう一瞬瞬殺だった、うん、なんで決勝の前かな、うんうん、瞬殺じゃなかった、えもう秒だったもんびっくりした早っと思う、握力弱いくせにめっちゃ指強かった、指か、うん、もうみんな驚いてました、ね、自分が一番驚いた、そう自分が一番驚いた強いの勝ったと思った、確かに、ね、私予選敗退だったから、予選は秒だったからそういう時もある、そうゆずちゃんだとか、でも相手がゆずちゃん強かったね、結構残ってたでしょ、ずっと残ってたよねゆずちゃんも、うんだからすごいね、うん、いやでもいい戦いだったね、ね、いい戦いでした、うん、本当に、うん、あ皆さんは今何してますか、何してますか、何してるんですかみんな、みんな何してるの、お気になるよね、えでもあらさすが越前がいいな、戦っただけあるって来てる、戦ったから指相撲、勝った指相撲のコツ、指相撲のコツ、えマジ一瞬でいく、一瞬でいく怖いねちょっと一瞬でいく、確かにあんま時間かけない方が ね, あ来てる来てる、あ来てる、ご飯食べてる、あ何食べてる、ね、ご飯食べ終わった、うん早い ね, いいね早いね、だって6時9時お腹空きません、お腹すいた、どうも、ね、お腹すいたね、とってもでさっきカツ丼食べたね、言ってたね、いいなやばめっちゃ美味しかった、でも1200カロリーだった、1200高い、やばいよね、やばいね、やばい、えでも、まあ、そうだよね、カツ丼、カツ丼、そうなの、カツ、なんかねロースカツとささみカツのセットに、あーそっか、でも結構そうだね、めっちゃ美味しかった、あげると何でもカロリー高くなるもんね、そういう日もあっていいかなと、うん、あ、今家着いたところって、お疲れ様です、お疲れ様です、どうも
今日みんな頑張ったね。月曜だもんね。本当だ、今日月曜か。そうだよね。寝てなんかね、日付感覚おかしくなっちゃう。そうないんだよねだから、あ、ハヤシライス食べた。ハヤシライスいいね。美味しかったんじゃないの。ハヤシライス、いいな。お腹空いてきちゃった。かわいい。結婚して結婚して結婚してって出てきた。かわいいんだけど。すごいね。すごい。あ、ヨーロッパにいる人いる。すげえ。すごい。いいね。超いいじゃん。ね、いいね。ヨーロッパで朝ごはん食べてって。やば。朝ごはんか。何食べるんだヨーロッパで。パンとかじゃない。違うかも。ね。ゆりちゃんの肉じゃが食べたい。おお、作っちゃおっかな。作っちゃおっかな。え、そうだ、ゆりちゃんのもよく作ってるよね、うん、なんかね、いろいろと。え、どうも食べてみたいな。食べたい。うん、今度作ります。肉じゃがなんか作ったらびちゃびちゃになっちゃう。水入れる。今日水入れ、水、あ、水とか、うん、あれだよね、水入れ、醤油とか、うん、あ、だし、あ、だしか。作れる。作れます。作れるか。私、焼きうどんぐらいしか作れないんで。焼きうどんいいやん。憧れますね。食べたい。うん。お、あ、ハンバーグ食べたい。ハンバーグか。そうだね、みん、こねよう。こねよう。こねよう。どうやってこねよう。いやー、こうやるね。いやとわちゃんの料理見てみたいな、味も。料理ね、やばいね。なんかね、焼きうどんもたまに失敗するんだよね。焼きうどんって、なんか、うん、焼きうどんって意外といろんな調味料入れたらすぐ完成するんだけど、うんうんうん、たまにすっごい濃い日とすっごい薄い日ができちゃって、あ、濃い日は本当もう食べれないぐらい、濃い、もうなんか醤油の味しかしないみたいな。だからちょっとその時は水で洗って、あ、水で洗う、食べるみたいな感じです。あ、そうだ、私最近あったもう一個、あの、あと料理の配信をした時に、あ、そう、ハンバーグを作ったんです。そうだ、みゆなちゃんとかな。みゆなちゃんと2人で配信して、うん、そうだ、ね、美味しかった、めっちゃ美味しかった。そう、2人でね、練習したんですよ、うん、練習したの。練習したんだ。練習したのね。そうなんだ。そしたら、あの、カルボナーラのソースが、うん、ちょっと炒めすぎて、うん、何、卵エッグ、スクランブルエッグみたいになっちゃったっていう、うんうん、そうだ。そう、だから本番は成功してよかったです。カチカチ。おー、よかった、セーフ。練習があったから。練習の回です。うん、そう、洗って洗って洗ってるの面白いね。こんばんは。今来てくれてる方もいる。こんばんは、みんな、こんばんは。下地、卵エッグ、卵エッグ。また販売。作ってあげたい。だって、うん、作ってください。食べたいよ、みんなね。料理上手でやっぱいいの。そうだね。はい、はい、続いてはこんなコーナーをやります。好きなもの発表会。イエーイ。楽しみ。自分が大好きなもの、ハマってるもの、うん、生活に欠かせないもの、うん、一個発表してとにかくそれを熱く語るコーナーです。お、まずは一人ずつ好きなものをイラストのステッチブックで1分以内に描き足りたいと思います。大丈夫大丈夫です。描いていきたいと思います、うん、1分以内に。はい、描いていきましょう。そうだね、どっちからやる。え、どうしようか。どっちからがいいかな。じゃんけんする。そうだね、じゃんけんしようか。勝った人が決めよう。勝った人が決める。うん、okay、最初はグッ、じゃんけん、はい、あ、どうぞ。勝ちました。じゃあどっちにすんだい。先行にします。じゃあ、わかりました、私からやりたいと思います。先手、とわちゃん。はい、絵はね、はい、どうぞ。割と何色がいい。どうしよう。あ、じゃあこれもあれだね、そのものによって色が変わる。あ、確かに確かに、ものによってね。まあ、でもさらっと、あ、こっか、こっかな。え、じゃあ描いていきます。で、うちはそこは見ちゃダメなんだよね。はい、じゃあコメントたくさん。あ、そう、コメント読んでます。こそくじゃんけん、じゃんけん、ほい。急に始まるんや。え、どうしよっかな。先を選んだとわちゃん。ね、あとって言うか、言われるかと思って。いや、なんか先に。ね。あっち見てほい、めっちゃ強いですよ。あっち向いてほい。そう、あっち向いてほいね。うちね、こうやるの絶対。こうやるから絶対勝てる、うち。そうなの。それ、するじゃない。するじゃないよ。そう。ゆり坊のポニンテール好き？したことあるっけ？あんま見たことないけど。最近ブログで一つ結びを見せました。あ、そうなんだ。
珍しくブログか。ゆりちゃんからのとわちゃんのイメージは、とわちゃんはめっちゃめちゃ面白いです。ほんと？めっちゃ面白い、なんかほんとに素で面白いで、すごくいい子で、すごい、めちゃ褒められちゃって、ね、めっちゃいい子、嬉しいです。ゆり的にメンバーで1位に争うぐらいのいい子。マジか。僕はでもみんないい子だけどね。みんないい子多いけど、その中でもとわちゃんはダントツでいいなと思います。ほんと？本当にいい子。できました。終わった？終わりました。どうやってやるの？分かんない、どうやってやるんだろう。あ、私好きなものはどうだ？私が言うのか。うん、あれ待って、でもこれ当てるんだもんね。あ、そっか、ゆり当てるのか。はい、じゃあ私が見せて、うん、でそれ当ててもらってからにしよう。じゃあ、はい、いいよ、せーの、だ、はい、なんだ、あ、あ、分かった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 。寝る寝る寝るね。お、あ、なんかコメントも書いてある。寝る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 ね、やったっけ。寝る寝る寝るね。正解です。おお私最近、はいはいはい、私が好きなものはチーク菓子が好きで、ハマってますね。チーク菓子めっちゃ、あのね、小学校で幼稚園の時が最後かも食べたの。ほんと？うん、めっちゃ前だわ。そんなに？私結構食べますね。昨日も買ってもらいました、お母さんに。食べた？もう。いや、まだ。まだ食べてない。食べてないか。なんか屋台のチーク菓子みたいなのがあって、それが、うまいな。なんかすごい分かりやすい。めっちゃうまくない？でも、ね、こっちがクリームで、うんうんうん、こっちがなんかパラパラしてるやつ。あ、水みたいな感じかな。あ、水ではないか。そう、あ、なんかでもぽい、口に入れたのパチパチするやつ。あ、っていう感じでした。なるほど。そう、あ、そっか、これ語ろうかじゃん。そうだね。みんなどう思いますか？みんな食べるのかな今。今じゃない、今じゃない、食べるのかな、どうなんだろう、ね、何食べるの？食べる。でもハンバーガーのやつ楽しいって。あ、待って、それやったことある。え、なんかあのオーブンで焼くやつだっけ。え、なんか寿司とかもあるかない。あらら、寿司ハンバーグは見たことある。確かに、やったわ私。結構やったか。あのなんかさ、粘土みたいにこねるやつも好きで。どれだろう。なんかキャンディーみたいなのをこうやって手で丸めて猫とか作るやつ。へえ、美味しいね。それはそれが本当好きでずっとやってました。そう、ま、お寿司とかもある。そうそうそう、めんどくさくなるとそのままソフトキャンディーだけで食べちゃうんだけど。あ、そう、ソフトキャンディーもあるわ。そうそうそう。でもいろんな種類があって面白いです。あれ、対象年齢はもうちょっと低いんだろうけど。かわいい、かわいすぎる。そうなんだけど、かわいいんだよな、とわちゃん。マジで美味しいの？美味しい。美味しいのか？本当に美味しい。かわいいな、ほんと。え、食べよう、うちも食べてみるわ。うん、ぜひ。とわちゃん思いながら食べる。え、これちょっと怖い。ちょっと怖いかも、こうやってね。とわちゃん、とわちゃん、とわちゃん。やば。アイスクリーム難しかった。え、アイスクリーム難しいんだ。難しいんだね。まあ、確かにチーク菓子難しいの難しいですよね。私なんかあれ失敗しました、うん、こうやってプチプチ作るやつ。スポイトディスクってなんか、なんだろう、イクラみたいにするやつ。はいはいはい、はい、それお寿司のやつじゃない？そう、それ失敗して一回なんか得体の知れないものが出来上がっちゃったことはあります。ちょっと今度作ったら、みんなで作ってね。そうだね、ブログとかにもあげたいな。あ、今日はこれを作りました。あげてみます。じゃあぜひ。いいね、うん。じゃあ、どうだろう、どうだろう。はい、じゃあということで以上にして、次はゆりがいきますか。ゆりちゃんの私が当てたいと思います。待って、ちょっと絵得意。絵は得意だよ。あ、確かに得意。好きなのでしょ、うん、みんな当ててよ。はい、皆さんもぜひ当ててください。いきやす。はい、じゃあその間見て、あ、じゃあコメント欄を、あ、こっちでもいいの？お読みになってください。はい、読みたいと思います。はい、お、余裕だって人がいます。本当かな、結構難しいですよきっと。よいしょ。あ、ユリボーは画伯ですよねって書いてる。できた。できた？うん、早いね。はい、じゃあできたそうなので見たいと思います。できましたよ、うん、いきますよ。はい、じゃあ
せーの、ドイッ。何それ待って、何それ、みんなわかるよね。わかります、みんなわかるよ。え、なんかどう、わかる、わかる、とわちゃん。この2つの違いは何ですか。これは2つ、はい、違う、よく見たら違いますね、うんうん、まあまあみんなわかるよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、怖いとか言わないで。怖くないじゃん、めっちゃ可愛いじゃんね。うん、やばいって言われて。やばくないさ。え、でも待って、ん、呼吸系だよね。あ、え、合ってる、うん、深呼吸。あ、イエス、イエス、正解です。私は深呼吸です。うん、あ、みんなでも結構当たってます。分かってる。すごいじゃん、わめっちゃさっきさつなんてちょっとや、深呼吸です、ちょっとやめてください、皆さん。街の人は食べてる食べてる説も出てるけど、あ、ほら、息吸って吐いてるよ、ほら、吸って吐いてる、吸って吐いてるってことか。そう、とわちゃん当たるのすごいね。うん、え、なんかあのさ、でもユリオーだわ、それはユリオーか、ね、え、でもブログとかで書いてる時あるよね。あ、そうなんです、ブログで書いてて、深呼吸タイムみたいな、最後に深呼吸タイムをよくしているんですが、ね、それが私の、うんうん、ハマってるとか、一つの時間、うん、一日の時間みたいな感じです。え、まあ、深呼吸は大切ですもんね。大切、なんか気持ちが落ち着くから、確かに自分的にはすごい大事な時間かなって、そう思いながら、うん、なんか吸って吐いてって書きながら自分を打って、うん、あ、やってんの、すごいね確かに。そうなの、私も見ながらやるけど。本当え、ちょっと空白が多いから、そうそうそう、だからね、空白をそう、その分吸ってのの、そうそうそう、めっちゃ吸って吐いてる、毎回ね、開業してるの、毎回、うん、そう、そっか、開業してるの、その日に合わせて開業してる、ね、自分が吸った分だけ、うん、当時は多分見た日は長かったんだよ、その開業の部分がでもその時は多分あれだね、いっぱい吸いたかった空気を、いっぱいね、落ち着きたかったのかもしれない。確かに、確かに面白いわ、うん、え、どう思いますどう思います皆さんどう思いますか、うん、どう思いますか。深呼吸大事だよね。え、でも大事な作業です。一日の終わりに高速スクロールそう、いっぱいスクロールしないと書けないから、見せとこう、もうちょっと、うん、とわちゃんのねるねるねるメモ見せとこう、はい、危ないこれだけ食べるかもしれない。確かに、吸ってそう、吸ってそう、こうやって吸って吐いての作業、逆だったね、こうかこれじゃ吐き戻してよくないね、今の。よくないね、おもろいことになっちゃった。確かにね、いや違う違う、みんな深呼吸だから、呪いの絵とか言われて、違う違う、呪わないから。ちゃんと唇見た？あ、口ちょ、唇見てください、この、ちょっととんがってんです。あ、本当だ、そっちとんがってる、うん、それが入ってる、それ入ってんのえ、スマホじゃないの、とんがってんのやめよう、やめるか、もうダメです、確かにこれ以上ダメです、これ以上はい、はい、じゃあ以上、うん、好きなもの発表会でした。コーナー終わり。いやでもいいです ねいいね、楽しいね、あんま知れないから ね好きなものとか。あ、めっちゃ面白いじゃん、ちゃんと見てたらわかんのかな、ね、多分。じゃあ、はい、あ、母ちゃん、はい、続きましてこの企画、はい、僕青、あ、ドゥルドゥルとかする、あ、ドゥル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 ダン、僕青ミニゲーム。はい、この企画はですね、はい、私たち2人でチームワークの必要なゲームに挑戦するコーナーです。クリアするとなんと素敵なご褒美がもらえます。どうですか、意気込みはありますか。チラならいけるんじゃないかと思っていますが、ね、やっぱりね、いけるよね。え、そう、いけると思う。ご褒美がどうしても欲しいので、欲しいので、もう私たちはご褒美のために頑張ります、はい、頑張ります。もうお腹減っちゃってるので私、ね、頑張ろうと思います。お腹空いてるかな。そう、さっきからお腹がグーグーなってて、ちょっと危うい、ね、はい、じゃあ勝ち取りましょう。はい、頑張ります。今回はですね、はい、つなぎバランスというゲームに挑戦します。2人で手をつないだ状態で片足立ちをしてバランスを崩さずに60秒経っていられたらご褒美をゲットで、途中でバランスを崩したらご褒美なしになってしまいます。ブブー、ということでブブー、スタンバイしますか。はい、じゃあスタンバイ頑張りましょう、頑張りましょう。
じゃあ立ってやるということで、ね、立ちましょう。よいしょ。え、身長あるかな今日。確かに。え、でも私も今日持ってるよ。持ってる？持ってる。ほら。どうだろう。結構あるもんね。そうなの。ゆるもね今日。ちょっと。まあまあ。やりますか。じゃあやりましょう。やりましょう。待って、これは手を、え、これ立ってやるんだろうね。手をつないで、しゃがんだりしないよね。しないで、だって見えなくなっちゃう。画面外。そう、画面。じゃあ行きましょう。じゃあやりますか。あ、いいですか。じゃあもう行くよ。はい。ここで手つなぎをして。して。60秒。はい、行きます。じゃあよーい、スタート。お、え、あ、ま、え、でも、あ、ちょっと上げすぎかな。なんか。シュールだね、うん、超シュールだけど、ね、ちょっと音量上げましょうか。音量上げていただきましょう。音楽の音を、うんね、そう、え、これ待って、これやばいやばい、待って、やばい、気をつけて、気をつけて、やばいやばい、トワちゃんがバランスの枠がいいから、え、結構バランスはね、ね、いいはず、ね、めっちゃいいと思う。ユリが悪いから、あ、あと30秒、あと楽勝じゃない、これいけるぞ、いけるぞ、これいけちゃうぞ、ね、ボンボンに乗るボンボンどんぐらい上げるのかな、合ってる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 、危ないとかだった、ちょっと、あ、5、あ、9、7、6、5、4、3、2、1、0、やったー、イエーイ、上手だね、私たちなんかすごいすごい上手だったね、うん、めっちゃ上手だったと思う。なんかフラフラってなるかと思ったけど、まあ、ダンスしてるからね。そうだ、最近ね、ダンスで鍛えられたかも。そう、やってるから、やった、余裕だね、余裕だった、余裕でしたね、余裕でした、いい、いい運動でしたとても足の運動に、足の、ぜひ皆さんもぜひ皆さんもやってみてください、うん、え、なんかラジオ体操とか使えるらしいよ、しっかり。あ、そうなんだ。こうやって、お、あ、座って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 、嬉しいです。失礼します。失礼します。あ、目つぶってやった、確かに目つぶってやったら面白かったかも。それは難しいかも。あ、ご褒美が来やした。来やした。来ました。美味しそう、めっちゃ。え、めっちゃ美味しそうなんだけど、ね、やば。めっちゃ美味しそう。引きずってくる？あ、引きずりますじゃん。私たちのご褒美は、はい、ご褒美は、せーの、じゃん、こちらです。あ、ピン、え、待って、落とさない、それな、こっち持ってこ、はい、せーの、フルーツタルトです。ひゃー、ひゃー、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうだね。まあでもこれは後々、後で食べますか、ね、後で食べちゃいましょう。買いどこ、買いどこなんか実験とかでこうやって嗅ぐ、なんだっけ、あの理科の実験、そうそう、そうそう、こうやって嗅ぐよね、確か嗅ぐね、直接嗅いだらダメだから、そうそうそう、危険な物体になるこれは美味しいけど早く食べたい、食べたいね、美味しそう、あと一瞬食べましょう、食べましょう、じゃあ、はい、じゃあ後で、そうだね、以上、はい、以上、バカオミニゲームのコーナーでした、イエーイ、ありがとうございました、ありがとうございます、結構あっさり終わっちゃったんですよ、ちょっとね、まあでも、おおおおはいはい、じゃあ、あ、本当だ、はい、次のコーナー、はい、じゃあ残りの時間は、うん、たくさんコメントを読んでいきたいと思います、うん、質問、話してほしいテーマ、その他何でも OK です、みんなで楽しくお話ししましょう、はい、じゃあということでコメントを早速いっぱいください、読もうと思います。ちょっと言え、いや、成功が早く、よし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 、言っちゃダメ、言っちゃダメ、美味しそうって、美味しそうですよね、ね、めっちゃ美味しそうだよねやばいよね、食べたい、私たちがしっかり美味しくいただこうと思います、うん、みんなの、みんなの前では食べれないけど、そうだね、ブログにあげるからね、確かにブログにあげるので、ぜひ見てください、見てください、うん、あ、今ん、あ、ワンワンワンライブ楽しみ、えー、ありがとうございます、こちらも楽しみですもん、ね、みんなに会いたいです、まあ、緊張しますけどね、めっちゃ緊張だけどね、でも頑張っ、今ちょっと下準備、下準備、そう、下準備今ちゃんと準備してます、ワンワンに向けて、楽しみ、あ、え、あん、あんあんってください
あ、そういうことこうってくって多分あんって、そういうことか、お名前かと思いました。あん、そういうこと、あ、そう、違う、多分あんってしてください。こっちも言っとか、あん、あんあんさん、あんさん、多分そうだね、分かんないけど、ありがとうは言ってたって、ありがとう、あお、かわいい、嬉しい、かわちいね。あ、うん、配信やってほしい、配信、うん、うん、あ、そういうことか、ワンマンのってことか。あ、本当だね、どうなんだろうね、来れないのかな、来れない方もそうだね、遠いっちゃ遠いもんね、遠いし、多分、でも休みの日、え、平日、平日なんだよね、多分。まあでも、うん、そっか、どうなんだろう、来てください、ぜひ来てください、来てください、私たち会いたいです、まあ、そうですね、直接お会いするのがね、やっぱり一番嬉しいので。そうです、うん、他は、お、好きな、あ、あ、どっか行っちゃった、あ、好きな寿司ネタ、寿司ネタは何が好き、はい、え、私はなんか魚介系が食べれないから。あ、食べないんだ。だから大体食べるのは、うん、なんだっけな、エビとカッパ巻きしかいけなくて。エビとカッパ巻き、どっちも120円の商品なんだけど。あ、そうなの、そうエビとカッパ巻きか。そう、エビとカッパ、ゆりちゃんは、ゆりはでもあれは好きだよ、あの梅と、うん、梅とあれ、きゅうり、梅きゅうり、え、そんなのあんの、ある、え、とかサーモン炙ってるやつとかめっちゃ好き。あー、炙りさん、めっちゃ寿司大好き。え、なんかそれにさ、チーズに乗ってるやつない、あるあるある、ね、めっちゃ美味しいよね、うん、絶対食べる。美味しそう、食べたことないんだよね、サーモン、食べてみようかな。え、美味しいよ、うん、梅きゅうり、そう、梅きゅうり、梅きゅうりか、梅きゅうり、ちょっといつか見たら。梅きゅうりないっけ、あるよね、福井だけ、え、わかんない、福井オリジナルかな、福井オリジナルどうなんだろうね。好きだよって、え、ラブだよ、飛ばしたか、あ一緒に作ろう、一緒に作ってみよう、せーの、届け、届け、バー、割れちゃったけどね、言ってくださいちょっとひつけましょう、ひつけましょう。あ、なんだなんだ、寒いの好きですか。寒いの、なんか東京に来てから寒いのめっちゃ苦手になりました、うん、めっちゃカイロ、お腹と背中と鍵にめっちゃ張ってるうち、うん、え、今日も張ってた。福井って寒いっけ。福井めっちゃ寒い、寒いか、東京とは違う寒さかもしれないけど。あ、そうなんだ、めっちゃ寒いね、私も得意じゃないのあんまり、でも、うん、なんか冬だよね、冬だね、もういいよね、この季節、大好き、好きだけど、うん、雪降ってほしい。あ、雪か、東京って雪降る？え、わかんない、え、降って1日とかだから積もんないかも、あんまり。あ、積もんないんだ、うん、お、やばい、ん、今日目が悪いんだった私。 あ、こっちもある、あ、こっちも、本当だ、ゲットしました、ゲットゲット、うんお腹の音え、してるかな、だって聞こえてる、お腹の音もしかして聞こえてしまっている。雪遊び、いや、めっちゃうち強いですよ、雪合戦、え、強そう、狙った獲物は逃さねえ、怖い怖い怖い、めっちゃ強そうだわ、めっちゃ強いよ、うん、でもそうだね、雪は強いかも、確かに、雪、雪棒、雪棒雪棒そうだね、雪棒になります、めっちゃ上にある、あ、これどっちがさ、あれなのか、わかんない、待って待って、あ、こっちこっち、ね、あ、今日の服のポイントはだって、え、でもめっちゃ可愛いね、え、これみんなわかるかな、なんかね、あの、うん、うちらのさ、最初の時になんかあれあったじゃん、カウントダウンみたいな、覚えてる、あ、あったあった、わかるわかる、その時にちっちゃい頃の写真と、うん、今の写真みたいなやつが載ってて、うんうんうん、ゆりなんかワンちゃんと抱っこしながら撮ってる写真があったので、あった、うん、それがその時に着てたお洋服です。そうなんだ、え、可愛いなと思った、ね、このなんか紐がふーって感じ、そう、おしゃれだなと本当、うん、可愛いよね、可愛い、すごい、糸じゃないぞ、糸じゃ糸じゃねえぞ別にそれファッションだから、まあ、確かに糸っぽいって言われたら糸っぽいかも、まあまあ、本当だ、ちぎれそうだ、ちぎれそう気をつけないと。そうちゃんは今日ワンピースじゃん。そう、今日は割とワンピースで、うん、いいね。これは何？紺？紺色かな？パーソナルカラー的には多分あんまりなんだろうけど、でも似合ってる、めっちゃ可愛い。紺色めっちゃ好きです。だって、ね、あれこれ可愛いって言われてた。え、そう、ね、マネージャーさんが言ってくださって、襟が可愛いと。そうだね、なんか日本線みたいな。そこですか？そこが
形かな多分。ハートから毛が生えてる。ハートから強そうじゃんね。めっちゃ強いじゃん。確かに。なんかね、うん、いいかも。体勢ありそうで、ね。お、ウィンクしてって。できる。あ、めっちゃしてた今。本当？やってみ。かわいい。上手。もう一回もう一回。いいね。とわちゃん上手くない？本当？え、でも一時期ね練習してたのできなくて。あ、そうなの？どうやって練習してたの？え、なんかお風呂とかでこうやって。可愛いんだけど。やってて。なんだそのエピソードは。微笑ましいぞ。だから。髪型好きだって、うん、嬉しい。可愛いのよ。でなんか今同じぐらいかな。あ、ゆいのがちょっと待って。そうだね。そうだ、もうちょっとあの伸びれば。ね。でも私オーディションの時こんぐらいだった。あ、そうだね、うん。短かった。そう、短くて、で一回長くなってまた戻ったみたいな感じ。なるほど。あ、連続インクしてあげて。本当？やってみて。頑張れ、頑張れとは。とわちゃん頑張れ。あ、いいね、いいね。もっと高速でやるもん。高速ってどうやってやるの？なんか白目向いちゃいそうな。NG NG。高速でやったらちょっとやめとこうかな。そうだね。あ、うん？短くなったよ。なんかすごい発狂してる人がいる。あー、どうしたんですか？どうしたんですか？はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。今日はまだ連続ができないわ。連続、こっち側の目がこっち側しかできない。あ、分かる。あるよね、利きのこっちみたいなね、うん、難しい。めっちゃいい、可愛いです。うん、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。二人でハートください。はい、せーの、ズーン。いけー。離れちゃうんだって。離れちゃうんだね。ダメダメ、くっつけとこう。どう、はい、これでもいいハートタイムでした。これは好きになってください。はい、好きになりなさい。好きになりなさい、ほんと。あやちゃんも好きですね。あやちゃん、え、かわいいよ。これはもうあやちゃんにしか言えないセリフです。うん、ちょっと確かに。カメハメハしてください。どうやるんだろう。カメハメハ、いやー、合ってる。合ってますか。合ってそう。カメハメ、最近やったわ。一番くじやだ。やった一番くじ、うん、一番くじあって、うん、やったのね。そうか、これうちのプライベートの話なんだけど。あれか、そのね、そう、それの一番くじを4回したの、うん、え、そんなさ、全部ハンドタオルだった。うわー、自分くじ運悪っと思って。悪いね。店員さんに1枚引いてもらったの、うん、ちょっとやってみてください、うん、すごい。それも店員さんもそんなことしてる。ハンドタオルだった。そういうこと、すごいね、うん、え、でも私も昨日やりました。何やった、何やった。あの、セミっ子暮らしの、へー、熊のぬいぐるみが欲しくて、うん、1回なんだけど。何当たった。え、メモ帳。あー、いいね。でもメモ帳使えるからいいね。そうなの、メモ帳。そう、ちょっとショックだったけど、いや、でもね、そう、でも4回やってハンドタオルだよ。いや、4回はちょっと確かに落ち込んじゃうかも、うん、昔とはガチャガチャとかもさ、なんか3回連続やって3回同じもの出たりするとさ、そうだね。あ、猫耳してほしいとか。どうだ、こうだい、合ってる、合ってますか。にゃんにゃん、にゃんにゃん。猫耳タイムでした。猫耳です。あ、ゆーちゃん、行こう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 、とわちゃん行こう行こう行こう。今日も頑張ったね、みんな。そうですよね、お疲れ様。月曜日だったから。月曜日だから。月曜日は私嫌いでした、すごい。わかる、学校始まるって思っちゃうもんね。そうなんだよね、冬は特にもうね、起きれないから、寒くて。そうだね。あ、やばい、なんか作ってる。あ、ブギロギ。ん、あ、待っててください。Vlog ね。ごめんなさい、本当に。本当に。Vlog はね、でも動画ね。そうなんだ、ね、編集ね、めっちゃ。え、そう、編集が難しくてね。ゆりゆり、元ヤンじゃないですもんね。元ヤン。違います、めっちゃ純粋な。純粋な。純粋な女の子です、私。青春です。そう。いっぱいハート。ハートいっぱい送ってもらってる。イエーイ。水羊羹が美味しい季節らしいよ。あ、そう、めっちゃ美味しいよ。水羊羹。福井じゃないですか、それもしかして。あ、そっか。あ、スキーとかスノボできますか。え、うちスノボ行きました、去年。え、行った、うん、私ね、一昨年学校で行ったよ、中2。え、学校で、あ、そうだ、中学校ね。じゃ、コロナでダメだった。なんか行けないみたいな。あ、そっか、うん。やばい、とはね、できなさすぎてスキー。なんか、うん、一番できないとこに入ってる上に、うん、その上なんか一番できないから一番前にされた。あ、マジか。いや、楽しいんじゃない。いや、もう全然
コース外みたいなとこに行っちゃってもう置いてかれるの、しかも一番一回行ったなんかね、こう行ったの、そう、で、あめっちゃ余裕じゃんと思って行ったら、うん、あのコース外出てて、こうで網に引っかかってた網に引っかかってやばいっつって、それはでもトムももう転がってっちゃって、うん、でなんか助けてくださったりするのかなと思って先生が、でも普通に置いてかれて、そうね、スキーだっけ、スキー、あいやスノボだったの、そっか、だからここ横でやってるからさ、うん、どう止まるんかも知らずに行ったのね、確かに確かに一発で行ったら、そうそしたら怖すぎた、うん、同じ班の子にトア死んだと思ったとか言われて死んでない、死んでない、そうなんかトアがもう落ちてったから、うん、すごい心配された記憶があります、ね、あれ難しい、危ねえよ、危ないですね、あれは、ね、あ、じゃあということでみんな機会があったらスノボとスキーを行きましょう、うん、冬なので、はい、コメントもいいですよ、すごく本当、ね、ありがとうございました、ありがとうございます、運動地じゃないよ、運動地ないよね、ないです、強制的ですね、はい、ということで、はい、あっという間にエンディングということで、まあ、どうでしたか、いやめっちゃ楽しいんじゃないですか、楽しかったです、めっちゃ盛り上がっだよね、うん、なんかあんまりとわちゃんと一緒にいることがあんまなかったかもしれない、なんか思われてもないよね、一緒にとわちゃんと、そうだね、あんま多分、ね、珍しいと思ってる方がほとんどじゃないかな、多分でもめっちゃ面白いね、面白いね、めっちゃ面白い、喋るとき喋るよね、そう喋るときは喋る、そう隣の席のことが多い、多い、うん、だって電車のときもさ、うん、でも気づかなかったんで、ね、そう気づかなかった、隣座ってて降りるときに気づいた、そうとわちゃん、そうそうそう、二人でおはようみたいなね、確かに私もね、確かに聞いた時はちょっとびっくりしたけど、うん、あここかみたいな、ねえねえねえ、でもすごい楽しかったです、ね、めっちゃ楽しかった、うん、今日めっちゃ面白いよ、この回楽しかったです、ね、本当どうでしたか皆さん、面白かったですか、うんうん、よかったあ楽しい時間でした、あもう最高じゃないか、はい、ということで楽しかったぞ、はい、まあうん、はい、ワンマンライブがね、はい、まあ、そうです、僕が見たかったワンマンライブボリューム0が、12月19日にこうユーピアホールで開催されるということで、でその先行受付、ピア先行受付が開始されたみたいなので、ぜひチェックしてみてください、チェック待ってますから、待ってますよ私たち、うん、でもよかった年内にこうやってまたお会いできる、ね、お会いできるからね、ことがイベント、また会えるよ、そうみんな会えちゃうよ、ぜひ来てください、めっちゃ会いたいよ、うん、来て、ね、見つけますから、ちゃんとちゃんと見てる、探すか、探しましょう、はい、番組ハッシュタグ、はい、あ待ってください、どうしました、最終ランキング、あはい、最終ランキングトップ5、今日も皆さんがね今日もたくさん、あそう、愛を聞かせよったんで5位、第5位から発表かな、みーてんさん、ありがとうございます、みーてんさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、第4位、サボはユリアが世界で一番好き、ありがとうございます、一番入れてる、はい、一番入りました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、3位、エビさん、ゆりちゃん、世界一細い、世界一が世界一細い細いコラコラコラ、やばい、何言ってんだ、細いが細い、それはちょっと要相談です、要相談です、エビさん、はい、要相談です、はい、じゃあ第2位、ユーマあんこれなんていう、アットマークユーマくん、ゆり坊の王王様、ユリボの王様、ユリちゃんがいっちゃん好き、やばい、一番が集まりすぎてる、誰が一番なのか、おありがとう、これからによう期待、よう期待よ第1位、はい、ドゥルルルルルルル、お、見える、待って、見えないかもしれないはい、勝彦、43 47、勝彦待って、何て言ったなんて言った？なん、勝彦です。勝彦3437 3、4373、ありがとうございます。なんだ今のまま。雄大さんやって。雄大なの？そうやろ、多分雄大じゃない。え？じゃあもう一回言い直しましょう。じゃあわかりました。せーの、雄大さん、ゆりぼう。あ、
ありがとうございます。カツヒロです。間違えました。カツヒロ、あれカツヒロさんだ。ほら違うよ、カツヒロさんだよ。みんなみんなカツヒロさんです。何や、トクトクトク、違うほら言った、ほら違う違うって言ったよ。うん。もう一回やりやそう。第1位、はい、第1位スルーダン、カツヒロくん、ありがとう。ゆりぼー、福井、福井、福井出身。あ、そうなんや。そうほら書いてある、福井出身。うん、申し訳ありませんでした。間違えました。コメント欄にそう惑わされちゃった。惑わされた。はい、はい、ということで、はい、番組ハッシュタグは僕青ショールームなので、配信終了後も感想などをぜひツイートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで次回のリレーショールーム配信は12月5日6時から6時から火曜日ですね。はい、今日は今回は月曜でしたけど、そうです、ね、次回は火曜なので、はい、じゃあぜひ見てください。見てください、はい、で配信を見逃さないためにも右上のハートマークを押してお気に入り登録をよろしくお願いします。こっち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 どっちだ、こっちどっちも刺したけど、こっちかにも言うか、はい、ハートだよ。次回の出演するメンバーは、はい、今井ゆきちゃん、青木ゆうほちゃんです。です。うわ楽しみだね。なんかハッピーな回になりそうです ね、とっても幸せオーラが全開なんじゃないですか、この2人は。楽しそうです。ぜひ見てください。みんな見てください、はい、というわけで今週の僕が見たかった青空リレーショールーム配信終わりです。今日の相手は、はい、ヤギトワと宮越ゆりやでした。せーの、さよなら。ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。ありがとう、来てくれて、ありがとうございました。